ハガワユタカは栃木県出身のプロゴルファーである。日本では数少ないレフティ。1979年、専修大学在学中に日本学生ゴルフ選手権競技で優勝。首相としてチームを率いた。1980年プロテスト合格。プロテストではト突のマイナス8で合格し、当時のプロテスト新記録を樹立した。翌81年には、 日本最高峰、日本のトップ大会である、日本オープンで優勝。日本シリーズも制し、同年代である、湯原信光や倉本正宏と共に、ニューウェーブ、サンバガラスと称された。翌1982年には、前年の日本での活躍から、マスターズに招待される。青木伊を中島恒幸と共に、決勝ラウンドに進出し、ここでも15位と検討。 アメリカの選手や関係者から現役では最高のレフティガと絶賛された。だが、1984年にはシード権を喪失し、俗に言われる、イップスにも悩まされるなどスランプに陥る。スランプは長く続き、1988年に現状を打破しようとジャンボ尾崎率いるジャンボ軍団に加入した。ジャンボからは4年悪かったんだから4年かけて、 元に戻そうと声をかけられ、スタミナ不足を解消するべく練習に励む。同年、シード権を取り返し、1991年には8年ぶりに優勝した。2000年の日本プロゴルフ選手権を最後に、イップスが原因で2008年まで試合に一切出場しなかった。しかし、たまたま家に置いてあった長尺パターを使い、それがきっかけで、イップスを克服。 2008年にシニアツアーに参戦した。そして2011年に PGA フィランスロピーシニアトーナメントでシニアツアー初優勝。ツアー競技では20年ぶりの優勝であった。1998年からはゴルフ中継解説者として活躍。主にテレビ朝日のメジャー大会でのコースレポーターや NHK、ワウワウなどで解説を担当。また、かつては テレビ東京でゴルフ番組を担当していたこともある。また、都内で会員制のゴルフ教室、ハガワゴルフサロンを主催する、プレイオフ記録、ありがとうございます。